看板列車であるペンドリーの型のインターシティ、スロベニア普通列車用の312系、電車541系電気機関車、スロベニア鉄道は、スロベニアの国鉄であり、ユーゴスラビアの崩壊により、1991年、かつてのユーゴスラビア鉄道から分割して誕生した。スロベニアには1840年代、オーストリア帝国による、オーストリア南部鉄道が、 首都のウィーンと重要な交易港のトリエステ間を結んだ際、初めて鉄道が接続された。この鉄道により、1844年にマリボルはグラーツに結ばれ、この路線が1849年にはリブリアナまで延長され、さらに1857年には、伏線の路線がトリエステに達した。第一次世界大戦までに、 他にも多数の鉄道が建設された。1860年、オルモジュから、クロアチアのチャッコ別に至る路線が開通し、帝国のハンガリー地域と結ばれた。1862年、サバ川沿いの路線が開通し、ザグレブまで通じた。1863年、ドラーバ川沿いの路線が開通し、クラーゲンフルト、フィラッフハまで結ばれた。1870年、 サバ川上流の路線が建設され、イタリアのタルビージオまで通じた。1873年、帝国のハンガリー地域の最重要港湾であるリエカへ通じた。1906年には、フィラッハからイエセニツェを経てイゾンツォ川に沿い、二つの6000メートルを超えるトンネルを、介してトリエステに通じる鉄道が開通した。第一次世界大戦後に開通した。 鉄道路線は、1924年開業の、オルモジュからリュートメルまでの路線など、数少ない。第二次世界大戦後、1976年、コペルへの路線が開通した。1999年、ムルスカ、ソボタからホドシュまでの1907年開業、1968年廃線の、路線が、再度、運行を開始した。これは、 1960年代に多く廃線となった路線のうちの一つである。スロベニア鉄道は1229キロの標準機の路線からなり、331キロは伏線化され、国の全地域を結んでいる。また、かつて、スロベニアがオーストリア・ハンガリー帝国及びユーゴスラビアの一部であったという歴史から、周辺国へ接続する路線が充実している。 また、503キロの路線で直流 3KV による電化がなされている。なお他の旧ユーゴスラビアの鉄道は交流 25KV により電化されているため、直通する場合は切り替えが必要になる。リュブリョナはスロベニア鉄道の中心にあり、半ヨーロッパ回路の5号線、10号線が交差している。この全ヨーロッパ交通網は、 ヨーロッパの広域的な経済統合を図るために設けられたものである。5号線は、ベネツィア・トリエステ、または、コペル・リュブリアナ・マリボル・ブダペスト・キエフを結び、10号線は、ザルツブルク・リュブリアナ・ザグレブ・ベオグラード・テッサロニキを結ぶ。コペル・トリエステへの貨物路線は、地中海と中央。 東ヨーロッパの内陸の後配地を最短距離で結んでいる。スロベニア鉄道の旅客列車はインターシティ、ユーロシティの名称による特急列車と地域列車、普通列車がある。新四式のペンドリーノの310型電車によるインターシティスロベニアがコペル、リュブリャナとマリボルを結んでいる。ありがとうございます。